えー、このビデオは国際交流基金、えー、ニューデリー日本文化センターによる行動中心アプローチの日本語教師研修に、えー、関する広報のビデオです。はい、えー。このビデオは日本、インドの日本語教師の皆さんに向けて、えー、作っています、えー。インドの日本語教師の皆さん、こんなことはないでしょうか、えー、言葉や文法を教えていても学生は実際に使えるようにならないとかですね。 あるいは文系を教えるためのいい例文や場面が思いつかない。それから教えている文系が本当に役に立つのかわからない。もしこういうことがありましたら、そんな時には行動中心アプローチがとてもいい解決方法になります。行動中心アプローチというのは、その行動をするためにはどんな日本語が必要かを考えて、そこから何を教えるかを考える方法ですね。 え、ヨーロッパの CFR、Common European Framework of Reference とか、JF、国際交流基金、日本語教育スタンダードの中心的な考え方ですね。え、アメリカとかのタスクベーストラングウェイジティーチングにもよく似ています。まあ、少しは違うところがあるんですけど、とてもよく似ていますね。ただ、オーディオリンガルとか、文系シェラバスとはもう全く違う考え方ですね。ですので、例えば、 えー、みんなの日本語とか、えー、そういうあのオーディオリンガルの文系シラバスの、えー、教科書、えー、それしか使ったことがない先生にとっては、えー、とても大きな、えーうん、考え方の違いになると思います。目から鱗が落ちるという、そういう体験になると思いますね。はい。えー、っと、で、その、このコースは2021年の4月7日から10週間のコースになります。 インド時間では午後2時半から3時半までですね。このコースに向いている人は、日本企業で働くインド人に日本語を教える人です。なぜかというと、働くというのは行動ですよね。だから行動中心アプローチがいいわけですね。それから、空手とか剣道とかを日本人と練習する人に、日本人と練習するインド人とかに日本語を教える先生。これも、この練習というのは行動だからです。 別に、あの、空手や剣道じゃなくてもいいんですよ。あの、別にサッカーでも、えす、ー、す、なんだっけ、インドの野球みたいなやつ、えー、すいません、名前忘れてしまいましたけど、あの、スポーツ、あの、スポーツなんかを日本人と練習する、えー、そういう人に日本語を教える場合も、この行動中心アプローチはとてもいいです。それから、日本人の友達がいるインド人に日本語を教える先生にもとてもいいですね。なぜかっていうと、遊ぶっていうのはこれも行動だからです。 このコースに参加すると、行動中心アプローチについて勉強できるだけではなくて、そのコースを自分で作れるようになります。それから、そのコースで教える日本語、特に皆さんが日本,語日本人ではない場合は、その日本語にちょっと心配があるかもしれませんね。でも、このコースに参加すると、日本人にチェックしてもらうことができます。 それから毎週 JF 国際交流基金の専門家との個人面談を受けることもできます。お申し込みはこちらからになりますね。Chrome などのインターネットブラウザーに bitly スラッシュ JFND2021AOA。これはアクションオリエンテッドアプローチの AOA ですね。これを入力するか、あるいはこの QR コードをスマホなどでスキャンして え、申し込みのフォームを開いてみてください。はい。え、それでは皆さんにこのコースでお会いできることを楽しみにしています。さようなら。